自分で持ってきたおすすめのアイウェア3選おすすめとなっております。イエーイ。珍しくゆかりさんが解説する回ですから、イエーイ、ゆかりの解説をとくとご覧あれですよ、はい、ご覧あれ。フレームチャンネルへようこそ。自転車大好き声優の岡田正隆です。関西出身ローディーのゆかりです。はい、ゆかりさん、はい、今日なんすかこれ、はい、やるのは本日はですね、私が自分で持ってきたおすすめのアイウェア3選おすすめとなっております。イエーイ。皆さんつけてますかね、アイウェア。自転車乗るときはね、ほら、うん、目を石とか虫とかから保護するためにもね、そう、太陽とかね、眩しかったりもするので、うん、やっぱね、あると嬉しいなっていうアイテムなんですけれども、うん、今日はこれどういうメーカーなんですか。はい、本日はですね、オークリーというメーカーになっております。オークリー、聞いたことあります、はい、ありますか。オークリーといえばですね、はい、もうこのマークでおなじみ有名なんですけども、うんうん、はい、こちらの会社はですね、アメリカのカリフォルニア州に本社を置いておりまして、1975年に設立されております、うんうん、今日はね、珍しくゆかりさんが解説する回ですから、うん、イエーイ。ゆかりの解説をとくとご覧あれですよ、はい、ご覧あれ。スポーツアイウェアとしてなじみ深いと思うんですけど、うんうん、スポーツだけじゃなくて、あの普段使いのアイウェア、カジュアルウェアとかもいろんな種類があるんですよね、うんうんうん、本日用意したのはこちらの3種類となっております。あ、じゃあこれ1個ずつじゃあ説明してもらいましょうかね、うん、はい、こちらはですね、オークリーのジョーブレイカーという種類になっております。あー、これ名前聞いたことあります。ここにね、オークリーのマークがね、左右に入ってるんですけど、うんうん、私あの白が好きなんで、まあ、全部白のね、フレームになっております。かけるとクリアレンズになってるんですよ。うんうんうん、去年から韓国人とか海外の人がクリアレンズつけてて、めちゃくちゃ可愛いと思って真似して買ったんです。クリアレンズはどういうところがいいんですか。クリアレンズはですね、まずヒルクライムとかの時に影になったりとか、トンネル入ったりとか、暗いところでも視界が良好なところですね。なるほどなるほど、はい、でちょっと夕方になったりとか冬場とか、その時もアイデアを変えることなくそのまま使える、うん、あ、じゃあ日中の眩しい時もちゃんとそのクリアレンズでもサングラスを基本するし、もちろんクリアなんですけど紫外線も 99.9% カットしてるので安心です。すげえ。岡田くんもかけてみます。かけてみようか。俺メガネ似合わないんだよな。どう。うん、なんかね、マスクもしてるから怪しい人みたいになってるけどはい、おお、いいじゃないですか。これレンズがでかいですね。フレームが視界に入ってこないというか、うん、全然邪魔な感じがしないんですごい良かったです。そうなんです。しかもカーブになってるので横からの虫とかもう入らないようになってますね。虫とか風とか。そうです。あ、そうなんだ、はい、ゆかりさん、この気になるお値段はおいくらぐらいなんですか。はい、こちらはですね、税込み 33,110円です。33,110円。あ、やっぱいいやつはいい値段するな、はい、そうなんですね、うん、お値段はまあちょっと高めですけど、その分長くも使えるし、フレームもバッチリなのでお気に入りですね。今から冬なのでクリアレンズいっぱい私は使いたいと思います。確かにこれからの季節ちょうどいいですね。うん、はい、ゆかりさん、次はどんなやつですか。はい、続きましてはですね、こちらの真ん中、オークリーのスートラという種類になります。おー、これが見た目もね、おしゃれな感じで。そうなんです。でこちらね、かけてみると分かるんですけど、うんうん、じゃん、レンズがね、大きめになってるんですよね。この下の方がちょっと広い感じ、レンズでけえ、はい、ゴーグルみたいな。レンズがまあ大きいので視界も良好ですし、あとは小顔効果があるんです、うん、あー、女子には嬉しいやつだよ。顔はちっちゃく見えた方がね、いいのでねこの種類自体は結構前に発売されたやつなんですけど、また人気になって最近つけてる人めちゃくちゃ多いです。へー、確かになんかインスタとかで結構おしゃれなサイクリストは、うん、なんかこういう感じのやつかけてるイメージあるわ。岡田くんもぜひおしゃれになってみてください。おしゃれ、おしゃれになって何も見えない。お、かっこいい。やっぱちょっと小顔に見えますよ。あ、ほんと？うん、視界すげえ広いな、これマジで。そう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 、すげえ。フレーム全然見えないから視界入ってこないから、うん、なんか視界の広さ的にはかけてる時とかけてないって変わんないのよ ね、 いいね。しかも全然暗くもなんないじゃないですか。うん、すげえくっきり見える。たまたまなんですけど、私がいつも使ってるヘルメットとも、うん、あのぴったりこのカーブが合ってて、綺麗にマッチするんです。なるほど、ゆかりさん的にはラッキーだったと。そうですそういう相性もあるんだね。うん、うん、皆さんお持ちのヘルメットとどうかなっていうところあるかもしれないんで、うん、まあ、試着できるところがあったらぜひつけてみて、そこも注目してみるといいかもしれません。はい、ちなみにこちら気になるお値段おいくらでしょうか。こちらはですね、はい、税込み 24,970円です。あ、さっきのから比べるとだいぶお手頃な感じに感じます ね、はい、なってますね。このスートロー、他にもここに穴が開いてる種類とかもあるので、うんうん、穴が開いてたら埋まらないんですよ。あー、なるほど。今だ
ったらこうマスクしながらアイウェアとかねすると思うんですけど、その時に曇らないのでそれもおすすめだと思います。あ、それはいいこと聞いたわ。はい、じゃあゆかりさん、はい、次でラストですね。そうですね、次はどんなやつでしょうか。はい、最後におすすめするのはこちら、オークリーのアイシェードというモデルになってます。あ、これもでかいな。レンズでかいですよね、うん、でさっきまでは横の部分にオークリーって書いてたんですけど、ここでは上のレンズの真ん中の部分にオークリーって書いてて、うん、で両サイドにもオークリーってね。あ、本当だ、はい、バッチリ主張してるな。そしてね、長さがねここで調節できるようになってるんです。なるほどですね。こちらはですね、うん、オークリーのリリース30周年を記念する記念モデル、うんうん、限定のモデルになってるんですよ。あ、そうなんですね。はい、ツールドフランスのモデルなので、ここにね、うん、ツールドフランスのね文字が入ってるんです。あ、本当だ、ちゃんとあのロゴが、あのロゴが入ってる、あのロゴ。あとここもねカラーがねちゃんと、あ、本当だ、ちゃんとジャージの色になってるよ。はい、さりげなくおしゃれで可愛いですよね。本当だ。つけてみた感じは大きいので重そうに見えるんですけど、うん、これが多分一番軽いです。あ、そうなんだ、意外だね。うん、耳のところねカーブになってるのでしっかりフィットするんです、うんうん、あ、外しにくいんだね。そう、復刻モデルなんだっけ。そうです、復刻モデルです。1984年のものを今の最先端の技術を使って再現しているモデルになってます。なるほど。あ、じゃあちょっと当時のそのエッセンスが含まれたやつなんだね。可愛いですよね、レトロな感じもして。あー、かっこいいじゃないですか。岡田さんもね、大きいアイウェア似合いますよね。顔がでけえからな、小顔に見える。視界もくっきりで非常にいいんじゃないですか。ね、しかも軽くないですか。うん、軽い。1984年のモデルを再現したって言ったんですけど、うんうん、当時ですね、あのこれが世界初のスポーツアイウェアとして出たんです、うん、あ、そうなの。そうなんですよ、そうなんだ。はい、なのでこれでオークリーという名前が世界中に知れ渡ったというモデルになってます。なんかそれ聞いてるだけでもちょっとおしゃれですよね。あ、すごいね。あ、うん、へー、オークリーが初だったんだ。ちなみにこれはおいくらなんですか。はい、こちらはですね復刻版の当時で28,000円になってます、うん、なるほどですね。はい、ありがとうございます。はい、いや、オークリーね紹介していただいたんですけれども、はい、まあ、この3つのモデルだけでも結構いろんな種類があって、うん、いや、すごいね、オークリー深いなってなりましたわ。他にもね、いろんな種類がね、うん、あるので、ぜひぜひ公式サイトとか見てみてください。店舗もね、うん、たくさんあるので、うんうん、この動画を見てオークリーのサングラス気になるよって思った方はグッドボタン、他にも自転車のグッズいろいろ紹介してほしいなって思った方もグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。お楽しみに。じゃきーん。チャンネル登録はこちら、おすすめはこちら、僕のおすすめはこちら。あ、ソーセージもいいっすね。